の12日。ゆうたバイク怖いの？怖い。なんで？バイクを、ねえ、ゆうたバイク怖いの？はい。なんか湿度高いね。そう。うん、なんか。治った。1日で治った。あれなんか強烈なしびれやったんだけど。すごいな。一日中しびれて一日で治った。そう。一日中しびれてることなんてある？ないよ。まあ記憶にないね。本当に自分の手がなんか何か病に侵されてんじゃん。心配になって。呪いや。それググったらもういろんな可能性が書いてあるわけ。その最悪の可能性がいろいろ書いてあるわけ。もうなんかね、神経がとか脳がとか心臓がみたいないろいろ書いてあるわけやんか。出たら治ったね。あんま調べたらあかんってことや。そう、うん、ナスがままに流れるままに、はい、いきます。ザッ、
したら正解。え？正解だね。場所がおかしい。そこが本当に正解。今の正解に正解のすごい瞬間正解のすごい瞬間無理に決まってみよう。このままだと思うんですけど、誰かこっちやろ。この気持ちいい。あ、そうだ。今ここで終わらしちゃった人を全然分かんない。分かってるわけじゃない。今俺こっちに逃げてもんだからそういうのじゃなくってさ、それでも何か言おうとしても分かってるって言われたらやる気ないわけじゃない。やる気ないと言われてるんですよ。はい、でも下来了。